こんに元井です、えー。キャラ・キャラ立ちの技術という本の書評です。この本は杉村貴,貴代さんという方が、えー、書いた本です。どういう本だったかというと、えー、キャラ立ちすなわち人よりも、えー、目立つような個性を目立たせるということの技術ということです。キャラ立ちしない人は えー、多くの人々の間で埋もれてしまって、えー、努力しても忘れ去られてしまうとややもすると努力が報われないという反面、えー、キャラ立ちすると、えー、第一印象から、えー、とても人の心を引くので少しの努力でピックアップされると、えー、特にあの集団での面接の時に、えー、みんなに埋もれてし,しまわないで。えー ちょっと一目を置かれてそれで人より抜きんでることができると少しの時間の間で第一印象でそのように他人よりも抜きんでることができるそれがキャラ立ちであるということを言っています。でキャラ立ちの方法についてその技術についてやり方についていろいろ説明しているんですけれども私はあのキリスト者ですのでキリスト者的に聖書的にキャラ立ちの このような本が出る理由というのを考えながら読んでいきましたその理由というのはやはり本当のアイデンティティを失ってしまっているということですなので人々はこういうように自分探しの旅とかこういう自己啓発の本を読んで自分とは何なのかもっと自分は 何かここにいていいのだろうかもっとやりたい仕事や行きたいところがあるんじゃないかと言って、えー、自分探しをしているそういうことの、えー、現れであるというふうに思わされました神から離れてしまったことによって自分を失ってしまった自分を失ってしまった人間が、えー、アイデンティティを喪失ししてしまってキャラ立ちをしなければというふうに一生懸命こういう本を、えー、書いたり読んだりしてるんだなっていうことが えー、読みながらの私の私感想でしたそして、えー、この本の中ではそのキャラ立ちの技術として、えー、右脳と左脳の役割の中で自分自身のすでにあるもの持っているものを分析するというのがあなるほどなというふうに思わされました。例えば右脳は感情的なものでイメージが イメージを司るもので左脳は論理的なもので物事を組み立てていくそういうことに長けているそれぞれの右脳と左脳には長所があるけれどもその両方で自分自身の内面を分析して例えば自分は何かに感動するとかそういうあるいは論理的に物事を組み立てるとかそういう少しでも自分が得意なところをそのところを伸ばすということを言っているとか。 な,なるほどなというふうに思わされました、えー、またキャラ立ちをしている人の、えー、例えば有名人でいうところの、えー、矢沢永吉さん,なんか何かを取り上げて、えー、彼のキャラ立ちのその特徴を分析してキャラ立ちしてもそれが新鮮なままでずっといられるそういう努力をしなければならないというふうに著者は説明しています。自分がキャラ立ちして えー、人より抜きんでて目立って、えー、それでおしまいで忘れ去られるのではなく常に新鮮であるととといいうことを、えー、努力して保たなななければならないと、えー、それは最後の方に書いてあったんですけれどもそこまで行った時にはああなるほど世の中の人は大変な努力をして自分自身ということを発見してそれを維持して世の中の人間関係にそれを生かして自分というものを人の 人との関わりの中で自分を失わないように一生懸命努力しているんだなっていう風に感じましたキリスト者としてこの本はそういう面で読みましたけれども、えー、特に読まなくていい本であるという風うに思います、えー、人間は神とつながることによって本当のアイデンティティを獲得するのだっていうのが私の感想でしたそういうことはここには書いてありませんけれども、えー、キャラ立ち 自分のアイデンティティが失われたのゆえに人間はキャラ立ちを考えアイデンティティを探し自分探しの旅ではるかインドまで行ってしまうんだなというふうに私は感じました。以上です星は3つですす星はつ